首都機械化不評師団とは、大韓民国の大韓民国陸軍に所属する師団の一つである。通称、モロコ師団。第三軍の第七機動軍団に所属する機械化不評師団で、首都ソウルを朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮人民軍による攻撃から防衛し、反撃することを任務とする。首都機械化不評師団は、朝鮮戦争のほか ベトナム戦争にも派遣された。近年には、師団の一部部隊がイラクへの有志連合に派遣された。首都師団は1948年6月20日、首都警備司令部として編成された。韓国軍の核師団は陸軍本部の直接の指揮下にあったが、首都警備司令部は、ソウル陥落の地、第一軍団に編入され、大田での延滞戦闘を、 不山共徒補の戦いに参加した。創設時、司令部を立山に置き、第2連隊、第17連隊、気候連隊、砲兵団、独立第一大隊、野戦工兵大隊で編成されていた。後に、第17連隊、気候連隊、砲兵団、野戦工兵大隊が、陸軍本部直轄となり、朝鮮戦争開戦時には、第3連隊、第8連隊、 第18連隊の編成であった。朝鮮戦争が勃発すると、霊下の部隊は義政府方面に投入され壊滅した。ソウル陥落後、死郷地区戦闘司令部の下で、混成首都士団として再建され四度村の防御を担当した。観光防御戦崩壊後、首都士団として再編成され、7月6日から10日まで鎮川で人民軍第2師団を阻止した。 7月13日、清州南側の高地帯で、再び人民軍第2師団と交戦するが、左翼の第24師団が撃退されたため、保温付近に交代した。7月17日付で発令された、作命第55号によって、安藤に転身。第2次再編成計画により、励化部隊が第1連隊、第17連隊、第18連隊に変更された。 1950年8月、古景、暗行の戦いで人民軍第12師団を南北から攻撃して殲滅した。しかし再編された人民軍第12師団の反撃を受け、古景を喪失した。1950年9月16日、首都師団は、富山京東保東側、慶州の戦いで人民軍第12師団の進攻を阻止した。 1950年9月16日から30日にかけて、道坪里エビヒクシュンヨウ、ネイエツピョンジャン、タバサリ沿いに北進。1950年10月1日に、第3師団と共に38度線を突破し、上陽環状陽光河川 Y 陽から、新鉱山マイナス安セ沿いに北進。1950年10月10日、第3師団と共に、元山を占領。 11月30日、清津北方の船一、布まで進出。中国人民志願軍の構成により1950年12月18日に、江南から海上撤退した後、隅湖に上陸。1951年5月、霊下の第一連隊が、大関峰を確保。1951年6月3日から、コール峰の戦闘が展開される。 1951年10月、勝飛山さんをめぐって激戦が展開された。1951年12月、白野戦戦闘司令部に編入され、西南地区の南部軍を討伐。1952年3月、第二軍団に編入。同年7月7日から10月4日まで首都高地、指形両戦の戦いが展開。1952年10月25日、 軍団指示によって担当正面を第8師団に引き渡し、第8軍の予備となった。洋州に移動し、11月3日付で部隊整備と教育訓練を実施。1952年12月12日、アメリカ軍第9軍団に編入され、カンボンド市総座とに移動して、第1戦に復帰。1953年7月13日、 中国軍の最終攻勢によって交代するが、16日から反撃に転じて近所側を確保した。ベトナムに派遣されたのは首都師団、第9不評師団、ペンマ、第2海兵旅団、チョンリョンであるが、これらの部隊は朝鮮戦争における優先を考慮されたためである。ベトナムに派遣された韓国兵には特別給与が与えられた。 1965年9月22日、首都師団は、南ベトナムに派遣され、ビンディン省の国道1号線と19号線の通る、洋商クイニョン郊外のキャンプサンダーボルトに配置された1965年10月、第101空挺師団第1旅団より、クイニョン駐留任務を引き継ぐ。1966年6月までに、首都師団は、クイニョン北の、 全地域から国道1号線の東側と風カット山のふもとを占領する。後に国道19号線の南北からンケに至る道を確保した。この一帯で首都市団はビンディン省とフーイエン省の国境付近で小規模な偵察隊による小作戦を行った。首都市団は地域を捜索し敵兵や武器を回収するのに効果を発揮した。 1973年3月11日、韓国に帰還した。ベトナム戦争中の編成ベトナム戦争中の、統計首都師団と共に戦ったアメリカ軍部隊は、次の通り。車列を組み、一斉射撃を行う、首都士団所属の K1A1 戦車。隊列を組む、師団砲兵旅団の K955mm 自走榴弾砲。遊撃訓練中。 視界確保のため木に登ろうとする首都師団所属の兵士。1973年3月22日、機械化不評師団に改編。各連隊は2個機械化不評大隊と1個、戦車大隊を要する旅団に拡充された。ありがとうございます。